はい、どうもガクチャンネルのガクです、今日はですね、DJI GO 4 という DJI のアプリのね、説明の方を、しようかなと思ってます。まあ私もね、買いましたけど Mavic Air ね、多分今までドローンを飛ばしたことが全くない方っていうのもね、これからやってみようっていう方が結構いてるんじゃないかなと思いまして、まあ本当にいるかどうかは分からないですけど、まあ、アプリの説明もね一回動画として作ってみようかなと思ってやってます。で今機体の方は電源入れた状態になってます。で、DJI GO 4 の方を立ち上げていきます。今コントローラーはね、まだ立ち上げてません。でアプリが起動するとこの画面になってきます。まあ機体をね選択するような画面なんですけど、今左の上のところね Mavic Air っていうところを選んだら機体が選択できるような感じになってます。まあ、私の場合はねファントムとの切り替えとかで、こちらの方を使ったりしますけど、基本的にはね、まあ、一機持たれてるだけやったらこれも全然いじる必要はないですね。でコントローラーの電源も入れてたらもう次のねステップの画面にいきなり行ったりするんですけど、まあどちらかの接続が切れてる場合とかだったら基本的にはこの機体がね出てる今の画面が表示されます。じゃあコントローラーの方も電源入れていきます。はい、これでコントローラーと機体とどちらも電源が入りました。で今ねコントローラーの方で赤い点滅がなってて、赤い点滅が緑のね、その機体とのリンクインジケーターっていうのが緑のランプになると、接続がされました。でアプリの方もね、Go Fly ということでね、ブルーの帯が右の下に出てきてますけど、ここでね、ファームウェアのバージョンアップとかがあった場合は通知がされます。まあその通知があった場合はね、手順にのっとって、ファームウェアのアップデートとかをね、やっていただいたらいいかなというふうに思います。じゃあ Go Fly ということでね、画面の方入っていきます。基本的にね、飛ばすときはこの画面になるんですけどね、最初こう接続した状態だとまず機体とのステータス、飛行に問題があるかないかっていうのをチェック画面が表示されます。で基本的に一番見ないといけないのが、上の全体のステータス、ここで今赤のビックリマークが出てます。これはねちょっと異常が生じてるということで、ここの、とこを押すと、詳細が出てきます。でこの場合はコンパスエラーキャリブレーションを行ってくださいと、こうなってるのでキャリブレーションを行う必要があります。まあ、ちょっとね後でまた説明しますんで、ここはまあエラーが生じてると、これが何も赤のビックリマーク出ない状態にしないといけないということですね。はい、次がね、とりあえず2行目フライトモードという文になりますけど、これが今ね OPTI モード、これどういう状態かというと、基本的にも GPS が取れてない状態、ですね、各種センサーは生きてます。ビジョンポジショニングセンターとかビジョンセンサーとかは生きてる状態になってます。だこれが次 ATTI モードっていうモードになると、ビジョンシステムの方ももう動いてないような状態になりますね。で今 OPTI モードで動いてますよと。 GPS を取ればこれが GPS となったはずですね。で次が最高飛行高度、最大高度の設定になります。こちらもね140と今なってますけど、ここを押すとキーボードが出てきます。まあ、これでね、高さを打ち込んでもらえればいいんですけど、はい、まあ、変更した場合こういうふうなね、同意するかしないかということでね、出てきますね。で、これもねちょっと注意しないといけないのが、平坦なとこで飛ばす場合っていうのは、まあ、日本国内だと 150m 以上が飛ばしてはいけない空域になってるので、まあ、ちょっと安全マージンにとって私は130とか140とかにしてるんですけど、平坦じゃないところ、山とかそういったところで飛ばす場合、これね、高度計っていうか高度の表示っていうのは離陸した地面をゼロと考えての高度になってるので、例えば山とかで、谷側に向かって飛ばしてしまうと地表がどんどんこう遠くなっていきますね、同じ高度でも。だからあくまでも航空法で言ってる
150m という数字は地表から150ということになるので、あの飛ばす場所によってはこの数字をちょっと安全マージンとってね、例えば山で谷側向かって飛ばすんだったらもう 100m くらいに設定しておくとか、ここはねちょっといじる必要があります。でその次のコンパス、これが赤字でね一番右側に異常と出てますけど、これをキャリブレーションっていうのをしないといけないんですけどね、今ちょっとやりません。あのもう室内でね、パソコンとかそういうものも近いところにあるので今やりません。でこれをやるともう皆さんご存知だと思いますけど、機体をくるくるね、回して縦とか横とかに回して、センサーをキャリブレーションします。画面にね案内が出てくるのでその通りやってもらったらいいんですけど、パソコンとかそういうものの近くとか機械の近くっていうのはダメですし、できればもう携帯とか腕時計なんかも全部ね外した状態でやってもらう方がいいです。これがおかしいとね、結構こう機体がね不安定な状態になることにもなりかねないので、これはねちゃんとした状態でキャリブレーションをしてください。でその次の項目が IMU、これは何かというと、機体の全体的な管理をしている、パソコンでいう CPU みたいなものですね、頭脳的なものになるんですけど、それが正常かどうかということになります。これも異常な状態になると出てきてキャリブレーションが必要になります。いろんなね、多分気圧計とかいろんなセンサーの統括管理をしている分なんで、それをねキャリブレーションっていうのがあるので、後でメニューでねまた説明しますから、そちらの方をやってください。多分異常っていうのが出たらここにも多分ねコンパスと同じようにキャリブレーションっていうのが多分表示されるかもわからないんですけど、なかなかねあんまエラーが出てくるものでもないので、なってみないとわからないですけど、そういうことな異常になった場合はキャリブレーションをしてください。で次が ESC ステータス、これは何かというと、その CPU からの指令を受けてモーターを実際どんだけの速度とかで回転させるかっていうのを考えているのがこの ESC という何ですかね、部品になります。このタイヤみたいなマークはこれモーターですね、これがあるんですけど、これに異常が発生する場合はここが表示されます。これは多分もう部品交換とかになるレベルのエラーになってくるんじゃないかなと思います。はい、で次がビジョンセンサー、これはカメラですよね。だからステレオカメラで結局前とか後ろとか下とかを見てるわけなんですけど、車とかのね今結構ありますけどカメラのセンサーと同じで、あんまりね周りが暗くなりすぎるとこちらの方もちょっと使えなくなったりするんで、多分暗すぎるとエラーが出たりとか警告が出たりしたと思います。今は正常値ですね、正常となってます。でその下が送信機のモード、これもポチッと押すと変更ができます。基本的にデフォルトでは確かモード2が設定されてます。世界的にはこのモード2っていうのが多分ラジコンとかこういうものの標準の、操縦方法っていうか、コントローラーのモードだと思います。で日本ではモード1っていうのがヘリコプターとかのラジコンとかだったモード1が結構主流だったみたいで、そういう方だったらモード1設定するっていう感じになると思います。そんなたびたび変更するものでもないんでね、前回飛ばした方が違う方飛ばしてたっていうことであればここもねちょっと確認しておく必要はあります。でその次が送信機のバッテリーですね。今 32% となってますけど、コントローラーの方にもねインジケーターがあって、残量の方がねバッテリーの残量の方見れるんで、一応ここで数字で確認することもできます。で次がボタンのカスタマイズですね。これも、Mavic Air の場合に2個あります。スティックの横くらいにファンクションキー、FN キーで、ゲームのコントローラーの LR キーのところに、カスタムキーがもう一つあります。私はね、これぼちっと押すと、いろんな機能割り当てができるんですけど、お好きなの選んでもらったらいいと思うんですけど、ファンクションキーの方にはジンバルの、デフォルト位置に戻す機能を当ててます。でカスタムキー LR キーの方には、
中央部充填側溝ということで、まあ、画面のちょうど中心のところにね、明るさが調整自動調整してくれるように、してます。まあ、これは好きに、ね、選んでください。でその下が機体のバッテリーです。これが 73% となってます。これもね、多分少なすぎたりすると警告が出ます。でその下の温度、こちらの方も、バッテリーの温度が低すぎると、警告が出ます。まあ、その場合ねもうぬくめるしかないんですけどね、警告が出ます。冬場は気をつける必要がありますね。でその次がジンバルのステータス。これも今正常となってますけど、これもエラーが出る場合があります。その時はキャリブレーションっていうのをね、する必要があります。まあ、これもね横にねエラーが出た場合キャリブレーションのボタンが出るかもわからないんですけど、まあ普通のメニューからすることもできるんで、また後でね案内を入れていきます。その下は SD カードと内部のストレージの方の、フォーマットということでね、そういうのが出てきます。ですので、まあ基本的に一番上のね、全体のステータスっていうところにビックリマークが出てた今のこの状態ではダメだということですね。これが出ないようにしてから、次の画面に行くっていうのが普通です。基本ですね。今はちょっとコンパスの異常になってますけど、今も室内で機械も周りにいっぱいあるんで、もうこれはねこのまま割愛して飛ばしていきます。はい、で画面がこういう画面ね、基本的な飛行する時の画面になってますけど、一番、左側の上の DJI という部分を押すと、元の、機種の選択画面に戻っていきます。でその DJI っていうところの右側、今赤い帯でねコンパスの異常とか出てるところ、ここを押すとさっきのステータス一覧の画面に戻ります。はい、でこの赤い帯のところが基本的には飛ばせる状態っていうのは黄色か緑になってる状態です。まず黄色の状態っていうのは基本的にGPS をちゃんと受信できてない状態で黄色になります。で飛ばせるんですけど GPS 取れてないですよっていう警告です。で GPS がちゃんと取れて10個以上だったかな、取れて、機体がちゃんとね現在地を把握した状態になると緑になります。だから一番安全なのはここの帯が緑になった状態まで待ってから飛ばすというのが一番正しいやり方です。まあそれをね緑になる前に飛ばしてしまうと、ホームポジションを認識してない状態でね正確に、分かってない状態で飛ばすんで、ちゃんとフェールセーフでね、ゴーホームした時に戻ってくるかっていうと、ちょっと位置がずれたりとか、しちゃう場合があるので、ここは緑になってから飛ばすようにしてください。でその横のね、OPTI と書いてるのはこれは先ほど言ったモードの、表示で、その右側が衛星の受信数の表示になってます。まあ、この辺りはねもうさっきちょっと説明をしました。でその横が送信機の電波の状況、まあ、今は一番いいっていうことですね。でその横の 2.4 っていうのが結局映像の電波の状態、ね、でその、さらに右側横がバッテリーの状態、これは機体の方のバッテリーの状態ですね。まあ、今が 70% で、まあ、その横にボルト数も出てます。電圧の状態ですね。まあ、電圧とかは、まあ、冬場とかだとねちょっと気になるところにはなってくるかなと思うんですけどね、そういうのが出てます。これは消すこともできます。この電圧はね確か設定で。でその上の段の一番右側点が3つついてるところ、これがメインの設定の画面に入ってくる行くボタンになります。じゃあ今から押していきます。はい、これが一般的なね、まあ、設定をするメニューになるんですけど、左の一番こう帯になってるところがメニューの項目でになってます。今は一番下の点が3つの項目に、チェックがついてる状態になってます。これはデフォルトで一番下のこのチョボ3つのところにね、行くようになってるので、まあ最初に開くのがこれなんで、この説明からしていきます。まず単位の方なんですけど、このパラメーターの単位、これはね、キロメーターっていうのはデフォルト設定で、あとはメーターとか、まあ、こう変えれるんですけど、まあ、特に変える必要もないような気はします。
まあ、オフキーに設定をしてください。で次がライブ中継、これもね YouTube ライブとかいろいろあるんですけど、私は特にライブ放送の方はしてないので設定したことがないです。ちょっとわからないですけど、まあ多分押せば設定項目が出てきます。でその次、地図のマップバッファーという文なんですけど、これも、私もよくわからないんですけど、中国とか行くとこれを設定しとかないとダメというふうにどこかで見ました。基本的にはこれね、オフの状態でいいと思います。まあオンにしても特に何も影響はないと思うんですが、私もオンにしてやったことあるんですけど特に何も変わらなかったんで、まあオフで全然問題ないんじゃないかなと思います。でその下のロック解除というところなんですけど、これは多分ね例えば空港とかでドローンを飛ばす場合、許可を得たりとか、そういう申請をして許可をやる場合、 DJI にも申請をして、DJI から多分解除キーみたいな、ロック解除キーみたいなのをもらえればここで設定をするという形になると思うんですけど、基本的にねその空港とか本当にダメなとこはもう DJI の製品ってモーター回らなくなってますから、飛ばすこと全くできない状態になってますから、それを解除する機能だと思います。私もしたことがないので分かりません、細かくはね。はい。でその次の項目は、動画の撮影時のキャッシュということで、これリアルタイムでね、今もそうですけど機体が撮ったカメラの映像っていうのはこのタブレットの方に送られてきてるんですけど、それを録画するかどうかの設定になってます。で、これを録画しとけば、まあ、画像はねあんまり良くないですけど、一応記録というかね、簡単にスマホとかこうタブレットだけで、あいつどんな映像を撮ったのかなっていうのだけを確認することができます。綺麗な映像はね SD カード、機体の方に挿してる SD カードの方を見るっていう感じになってくるかと思います。まあ、それをするかどうか、であとはそのキャッシュ容量をどうするかどうか、まあ、16ギガは最大なんで、もうちょっとね容量を多くしてくれたらいいのになとなんとなく思ったりするんですけど、一応16ギガが最大という設定になってます。で次は、そのキャッシュを自動的に削除するかどうかっていうことですね。まあ、一番古い分からキャッシュが削除されますと、まあ、案内見てもらったらその通りだと思います。で一番下のビデオキャッシュの音声録音、これをオンにしてると機体の方にはマイクついてませんから、あくまでもスマホとかタブレットの方のマイクを使ってその場の音を取るかどうかっていうことです。だから結局は操縦者の声とか、まあ、そのあたりを録音するだけになってくるんで、まあ、いるのかいらないのか、まあ、いると容量がね動画の容量がさらに増えていくんで、まあ、保存できる期間が短くなるので、私はオフにしてます。でその下はまあビデオキャッシュ全部削除今しますかっていうボタンがあって、あとはまあ機体のね名前の設定とか、あとフルスクリーンの時のこの何て言うんですかね、一本指でするか二本指でするかっていう設定がここにあります。で説明っていう方、これを押すとですね、ファームウェアのアップデートの確認が手動で行うことが個別でできます。まあ、これもね特段ここを開いてやるってこともほとんどないと思いますけど、まあ、一応できるということだけ覚えておいてもらったらいいかなと思います。じゃあこれでね一番左の帯のチョボ3つの一番下の項目は終わりました。一番上のね機体のマークの方を押します、ね、上からね次は順番に、説明をね、していきます。一番上のね、これがリモートアイデンティフィケーションだったかな、なんかそういうので、結局これ何かって言ったら航空機の、まあ、識別情報みたいなもの、それを共有化するかいうような説明設定だと思います。私もね正直詳しくよくわからないんですけど、説明書きをちょっと読んで、まあ、私なりに理解をすると、多分そういうふうな識別 UUID ってなってますけど、こういうのを多分 DJI の方に自動提出していいかどうかということだと思うんですけど、まあ、今の状況で航空機関でねそういうのを自動でやり取りするっていうのは機能ないと思うんですけど、まあ、そういうのを設定する画面になってます。
だから、まあ、個人情報とかがねちょっと心配な方はもうオフにしといてもらってもいいんじゃないかなと思います。はい。でその次のホームポイントの設定、これはね基本的に離陸した時にホームポイント更新されましたということで、離陸した時にホームポイントを登録するんですけど、それをね手動でやる場合にこのボタンを押します。左の方のね、この三角のマークに H ホームのマークが書いてる方、これを押すと機体の現在地をホームポイントに再設定しますよということになります。まあはい、まあこれもどういう場合に使うのかなちょっとよくわからないですけど、まあそれは状況に応じてやってください。で使うのはね右の方のこの人のマークにホームのマーク、あこれは今警告出ましたね、送信機の GPS が弱いのでロケーションを取得できません。だから例えば、川飛ばしててちょっと中洲に1回着陸をしてでもう1回離陸をしたと、離陸をした場所をホームポイントに更新してしまうので川の中洲がホームポイントになってしまうんですよ。だ何かあった時にはゴーホームしますから、リターントゥーホームでその中洲に着陸されても困るわけじゃないですか。でそういう場合にこの人のマークの方を押して、このコントローラーにも GPS が入ってるみたいなんですよ。ちょっと私も入ってるのかどうか、多分入ってるんだと思うんですけど、こちらの方のコントローラーの今操縦者がいてる場所をホームポイントに再設定を手動でするのがこのボタンになります。だそんな感じで中洲へ一回着陸した、で離陸した後にこのボタンを押しとけばちゃんと、何かあった時でもフェールセーフで、リターントゥーホームして、帰ってくるのは自分の今いてる操縦者の場所に帰ってくるということになるので、まあ、そういうこれはねケースバイケースでやってください。で次のマルチフライトモード、これはね、まあ、このマミックエアの場合はその下にも P モードと S モード、ポジショニングモードと、スポーツモードがあるんですけど、これをオンにしてるとスポーツモードが有効になります。オフにしてるとスポーツモードが無効になるという考え方になります。だからスポーツモードを使いたくない場合はオフにしておいた方がいいですね。基本的にはこのコントローラーの方のボタンでスポーツモードに切り替えするんですけど、例えばこれをオフにした状態で、スポーツモードのボタンを切り替えます。はい、そうすると、フライトモードを切り替えることができませんと、こういう風になります。だからスポーツモードにしてしまうとまあ、ここにも書いてる通りね、その速度が速くなって、なんていうんですか、あと検知機能、障害物の検知機能が全部無効化されたりとか、そういうことになってくるので、慣れてない方はあんまりスポーツモードをちょっと使いたくないんだと、間違えてそのコントローラーのスイッチをこうスポーツモードにしてた場合に危ないよっていう場合は、ここをもうオフにしといてもらったらスポーツモード絶対使えないんで、まあ、いいかなというふうに思います。じゃあ次がリターントゥーホームのコード、まあ、これもね手動でここを押すと設定ができます。ただまああまりねこれを高く、まあいろんな建物があっても例えば100メーターくらいに設定しとけば大丈夫じゃないっていうふうに設定をしていると、まあ、例えば30メーターくらいのところを飛んでて、どっかでまあリターンズホームゴーホームかかったとして、どうなるかって言ったら1回100メーターまで高度を上げてから、ホームの位置まで戻ってきて降りてくると、まあ、言ってみたらかなり無駄な動きが多くなってきます。でバッテリーの残量が特に少ない時なんかは自動でゴーホームするのが非常にバッテリーまたね上昇して降りてくるんですから、その間にもねバッテリー切れてしまうなんていうこともあるかもしれないんで、だから無駄に高くするっていうのも良くないですし、やっぱりその場の飛ばす環境に応じてここも変えてあげる必要が出てくるかなというふうに思います。で次、まあ初心者モード、これが基本的に最初確かデフォルトでオンになってるのかな、なんか聞いてくるアプリの方からなんか聞いてきたような気もしますけど、この初心者モードをオンにしてると、高度の制限とか飛行速度の制限とか、まあ、かなり、まあ、機体自体も、ゆっくりした動きしかできないように制限がかかります。
だからまあ慣れてない方はこちらのオンにしておいてもらったら、ちょっと慣れてきたらね、もう無効にしてもらったらいいと思います。で、無効にした場合、その下最大飛行高度、飛行高度ですね、飛行高度の設定をここでもできます。さっきね、ステータス一覧のとこでも変更できるって言いましたけど、ここでもできます。あと最大飛行、距離ね、今の現在地から結局どの範囲で飛ばしたいか、これも制限をかけたい場合はここで設定をしてもらったらいいかなと思います。まあ今はね、日本の場合は目視外の飛行っていうのはできないので、まあ1キロとか、まあ目がいい人でも2キロくらいまでだと思うんで、まあここでね、まあ、2キロとか設定をしておいてもらったら、まあそれ以上行こうと思ったら警告が出てくるということになります。まあどっちでもいいと思います。で、一番下の詳細設定を押します。で、そしたらね、次がゲインと露出の調整ということで、これもね、これは何て言うんですかね、コントローラーで、の設定、っていう感じになってきます。これを変えることによってですね、かなり飛行機の動きが変わってきます、ね、で、一番上のこの経験値、これは何かというと、まあ、スティックをこう操作した時の反応する速度になります。で、まあ、この、なんて言うんですかね、まあ、湾曲してるこの水色の線をこうタッチして上とか下とかにこう変えたりとか、こういう風な動きで指を操作すると変えることができます。で、数字で入力することもできますんで、デフォルト値が 0.40 になってますね。で、これもね、一回変えてみて自分に合ったものをやっぱりこう選んでもらえればいいと思うので、まあ、変えてみて操作をしてどうかなっていうので微調整をしていってもらった方がいいと思います。で、感度ね、その下の感度、これもね、3つ項目があります。で、これは何かというと、姿勢というのはまずドローンをブーンと動かしていった時に水平にこう離した時に水平に戻る戻す際のその速さ、っていうのをここで調整をしますね。デフォルト値が、これデフォルトままだと20だと思います。じゃあ20がデフォルトかな、一番下が今71になってますから、まあちょっとこれも私も調整をかけてます。で、次ブレーキというのはスティックを離した時にこう自動で止まろうとしますね。自動ブレーキがかかるんですけど、その強度になります。でも数字が高いほどよりこうそのブレーキがかなり効くということになります。で、用の終点っていうのはこれは何かというと回転、右とか左に回転する時の速さ、右へ移動っていうんじゃなくて回転する時の速さをここで決めれます。で、この数字が高いほど素早くこう回転するようになります。ただ、まあ、ドローンって基本的に映像をやっぱり撮るものなので、あまり素早い動きをしてしまうと映像を後で 見直した時にすごいなんか見てて酔っちゃうような映像になってしまうので、このあたりはやっぱりまあ、どんな映像を撮りたいかっていうことも考えながらいろいろ自分で微調整をかけて調整をされたらいいんじゃないかなと。ブレーキもね、強ければいいというものでもないんでね、強くしてしまうとこうスティック離した時にグーンとこうね、カメラ自体はちょっと揺れるというか動きが出てしまうので、まあ、強ければいいというものでもないので、そこら辺はちょっと状況を見ながら自分の使い方も考えながら調整をしてみてください。はい。で、その次がゲインの設定、まあ、似通ったような、ね、項目がいっぱい出てくるんですけど、これも何て言うんですか、まあ、操作 その感度的なものの、調整になります。で、ピッチっていうのは何かっていうと、前と後ろ、こう前とか後ろに行く時の、動きに対しての感度になります。これも数値が高いほど敏感になって、数値低くすると鈍くなるっていう感じですね。で、ロールっていうのは右とか左とかに動く、これは真横に動く動きに対しての感度になります。
だからこれもちょっとね、まあ、これも撮影 の, どんな絵撮るかっていうのによると思うんですけどね。陽っていうのは旋回です。旋回の感度で、垂直っていうのはもう見た通り上昇下降の何ていうか感度ということになります。まあ、このね今説明した3つをうまく組み合わせて、動きを調整してもらったらいいかなと思うんですけど、あまりね、ゲインとかの値もこう高くしすぎる、ゲインだったのかな、何かね、ここら辺の方でも数値でも高くすればね、ちょっと飛行が逆に不安定になったりすることもあるので、やっぱりちょっとずつ数値変えながら、自分のこの思ってる頭で描いてるような動きと同じような動きになるかっていうのをね、ここで設定して見てもらったらなというふうに思います。でその次のセンサーね、こちらの方でさっき言ってた IMU っていうののキャリブレーションができます。で一番真ん中ら辺にね IMU をキャリブレートしてくださいと、こうボタン、これ別に異常が出てるわけじゃないんですよ。ここで手動でキャリブレーションができるというボタンになってます。これを押すと、キャリブレーションする画面、案内の画面が出てきます。でコンパスのキャリブレーション、これも上のところのねタブで変えることができますけど、コンパスのキャリブレーションもここで手動ですることができます。はい、まあ、こんな感じですね。で、その下のシネマティックモード、これね確かね自動で、映像撮ってくれるモードのはずなんですけど、その時 の, そのさっき言ってた感度の調整なんかをね、ここで、することができます。基本的にはもう自動航行で動いていってくれるんで、まあ、その時のこう何ですか、まあ機敏な動きをしてほしいのか、滑らかな動き、ゆっくりな動き、ゆったりとした動きをしてほしいのかっていうのを、この辺りでちょっと調整をしていきます。で下のところフェイルセーフ、フェイルセーフっていうのは電波喪失した時のような状態ですね、を言ってます。で操縦のコントローラーの電源が完全に途絶えた状態で、じゃあどうしますかと、機体をどうしますかということなんですけど、普通はリターントゥーホームになするのが一般的だと思います。まあ、押すと着陸、ホバリングというね3つから選べるんですけど、着陸っていうのはねあんまりする人はいてないんじゃないですかね。例えば海の上飛ばしてて、まあ、電波喪失したからといっていきなり水の中に着陸なんていうことになると困りますしね、まあそういうことに着陸にはする人はあんまりいてないと思います。まあ、ただ、ホバリングっていう可能性はありますね。これは例えば木とかいろんな障害物がある中で、当然リターントゥーホームするときも、まあ、センサー類後で出てきますけど自動で回避する機能とかもあるんですけど、あくまでもやっぱり自動回避なんで回避してくれない場合もあります。だからその場合は、もうそういうのが心配だという場合はホバリング状態に設定をしといて、操縦者の方が機体の方に近づいていって、またコントロールが回復したら手動で戻してくるというふうに、まあ、それが一番安全は安全ですよね。だけど、まあ、そんなに障害物ないとこで飛ばすっていうのがまあ普通だと思うので、まあ、リターントゥーホームに設定してるっていう方が一番多いと思います。まあ一番一般的だと思いますよね、それが。はい、じゃあ、一番左の項目の2つ目、に行きます。はい、こちらの方はねセンサー関係を機能させるかどうかっていうのの説明になってます。ここの項目はね基本的にこう日本語で説明がいろいろ書いてくれてるので、まあ、読んでもらったらもうそのままです。基本的に全部オンにしていくような感じがまあ普通だとは思うんですけど、まあ、いらないときはね切ってもらったらと思うんですけど、まあ、このタップフライっていうのはねなぜかこうオンにしてもね次見たときにオフになってたりするんで、これちょっとよくわからないんですけど、まあ、そういうもの、あと一番下のディスプレイレーダーチャート、こう書いてる分これオンにしてると前のセンサーとか後ろのセンサー、まあ、どっちが反応してるかとかそういうのがこうビジュアルでね出てきます。まあ、それをオンにするかどうかということですね。で詳細設定のところも、まあ、そんな難しくはないんですけど、一番真ん中 の, ランディングプロテクションと書いてる分これ私オフにしてます。これ
何かと言ったらね、着陸してきた時にちょっと、まあ、どのくらいかな、あんまりこう最後の段階で止まるんですよ、一回飛行機が。で、オンにしてた場合は止まって一回こうレバーを下長押ししてると自動でブーンとこう最後の、どのくらいかな、50センチとかそのくらいで止まってるんだと思うんですけど、最後の着陸を自動でやってくれるという感じになります。で、これをオフにしてるとどうなるかというと、最後の状態までもう止まらずに一気にこうビューンと最後まで着陸してくれると。だからまあ私の場合はもう手動でね、最後状況が悪かったらまあゴーホームキャンセルしたいとか、まあ、手動で着陸する時ももうその自動でなんかこう着陸するしてくれる機能がちょっと逆に鬱陶しくてオフにしちゃってます。まあそこら辺はね、まあ好みでやってください。まあ、基本的に全部オンにしといたらいいんだと思うんですけどね。まあそういう機能です。まああとはね、説明読んでもらって、各機能使ってもらって、ここは比較的ね、説明がしっかり書いてくれてるメニューですね。では一番左側の3つ目の項目に行きます。はい、で送信機の設定なんですが、この一番上の構成、送信機の構成と書いてる部分は機体とつながってたらできないんですよ。でこれもまああんまりやることないんですけど、スティック離した状態で、機体が例えば飛ばして機体が右とか左とかこう変な動きするようであれば、このコントローラーの構成っていうのをやってもらう必要が出てきますね。でその場合は機体と接続を解除した状態で、やらないといけません。まあスティックをぐりぐり回したりね、また案内が出てきますね。その通りやってもらったらいいと思います。でスティックのモード設定もここで変更がまたできるようになってて、下の方で、このファンクションキーの設定もできるようになってます。で一番下の送信機のリンクという部分はこれ何かというと、確かねこれもちょっと私もこのボタンでできたかな、例えば Mavic Air に Wi-Fi で、スマホとかを接続してコントローラーを使わずにスマホだけでこうね、操作をして飛ばしたと。で飛ばした後に次コントローラーを使おうと思うと、再度機体とコントローラーの、アクティベーションというかリンクをもう一回回復してあげないと、コントローラー電源つけて機体も電源つけて勝手にそのリンクしてくれるかというとこれしてくれないんですよ。だから再度リンクをしてあげないとダメなんで、その時に使うボタンだと思います。これまあ今はね、もうリンク貼ってるのでこれも特に今は使えないですけど、まあそういうボタンですね。で次4つ目の項目になります。 Wi-Fi の設定ということで、こちらの方もね基本的に何もいじることはありません。自動選択の方にしとくだけで問題ないと思います。カスタム設定もできます。一番下のチャンネルインデックスっていうところでこうね、一番いい Wi-Fi の方に切り替えたりもできるんですけど、まあ、基本的に自動選択で動かす必要はないと思います。はい、じゃあ、次、ですね 1,2,3,4,5 5個目の項目になります。バッテリーの状態ですね。はい、でバッテリーのセルごとの電圧ね、これがまあばらつきが出てくるとちょっと多分傷んできてるような状態になるのかな。まあセルごとの状態と電圧、あと温度が出てきます。でここで重要なのはこの下の、もう一個の低電圧の警告、これはね冬場だとちょっと安全マージンは多めに取っといた方がいいと思います。まあ私の場合は 30% で警告が出て、で 10% 切るとね、ゴーホームかかるような形の設定になってます。だからこれが夏場とかだったら例えば 25% とか 20% とかでも、まああとはどれだけの離れた場所を飛ばすかっていうのもありますよね。最後ゴーホームかかる時に帰れずに墜落なんていうことはね一番あってはならんことなんで、まあちょっとね余裕を見て、設定をしてもらう方がいいかなと思います。あとはフライト時間、あと一番下の項目っていうのはこれバッテリーのシリアルナンバーとかねそういうバッテリーの情報が出てくるのでこれも割愛させていただきます。じゃあ左のメニューの一番下カメラの設定ね、最後の設定になります。カメラとかジンバルの設定ですね。
で一番上がジンバルのモード、今フォローアップモードというのになってますけど、まあこれも撮影の仕方とかによると思うんですけど、まあ一番標準的なのはフォローアップモードだと思います。カメラは基本的に機体の真正面を捉えた状態でできるだけ維持をしようと制御がかかります。で FPV モードっていうのは何かっていうと、自分がまあ鳥になったような感じのイメージだ。右旋回を、機体が右旋回をするとカメラも若干右の方に傾いて、機体が行こうとしている方を自動で撮ってくれるようなモードになってます、ね、右とか左とか。だから自分が鳥になったような、感じの映像が撮れるというかね、まあ、そういう風なものになるということで、これも一回ね、切り替えながら試してもらうのが一番いいと思います。でその次の詳細設定、これもね、例えばデフォルトのままだと結構こうコントローラーのジンバルのね上下の制御をするところ、このくるくる回すねスイッチになってますけど、それを動かすと結構ね早く動いて、後で映像を見るとうわなんでこんな早く動かしてなんか気分悪いななんていうねことになったりするので、ここでねその、速度とかそういうのを決めれるようになってます。で一番上が速度で、チルトの限界を延長するって、これは基本的にジンバルってこのチェックをオンにしてないと下にしか動かないんですね。でこのチェックをオンにするとちょっとだけ上に上がるようになります。ただ上に上がると何かっていうと、プロペラが映りやすくなったりとか、いろいろデメリットも出てくるんでね、まあ、これも用途によってオンにして、まあ、ちょっと上向きで上げて撮るっていうのもね、可能にしてあげるっていうのもいいと思います。あとはジンバルピッチの滑らかさ、こちらの方は、ジンバルをこう動かして上とか下に動かした時に離した状態、ジンバルをプッと制御っていうかコントローラーをパッと離した時に止まる、まあ、ブレーキっていうかなっていうんですかね、最後に止まる時の滑らかさ、こう、これを数値を高くすると何て言うんですかね、本当に滑らかなヌルヌルしたような動きになりますね。だこれは上のとこのタブをね見てもらうと、設定 1,2,3 ということで3つまでね記録記憶しておくことができるので、まあ違う設定の3種類をこう設定をしておいて、まあ、パッと切り替えながら呼び出して使ってもらうとかいうことの方がいいと思います。まあもう撮る映像とかによると思うんでね、この辺りは。はい、であとはまあその下の詳細設定の、下のボタンはジンバルをデフォルト位置に戻すのと、ジンバルの調整という分はこれは手動でジンバルのデフォルトの位置を調整する機能がありますね。であと、ちょっと待ってくださいね。でジンバルの自動キャリブレーションっていうのは、これもジンバル、まあ必要だったら確かエラーかなんかが出てきたと思うんですけど、ジンバルのデフォルト位置を自動でキャリブレーションしてね調整してくれる機能になってますね。はい、一応ね、まあ、設定の方のメニューの方は全部説明できたと思うんですけど、いかがでしょうかね。はい、あと、まあ、特にマビックエアのとこで変わったところが、この左の方に、まあ、こう何個か、ね、一番上からでいくと離陸を自動離陸するボタンとかね、こうゴーホームするボタン、まあ、今はちょっとねついてませんけど、その横が、まあ、これはまたね、ちょっと違う機械で説明をしますけど、撮影モードの切り替えボタン、あとこれがマビックエアから出ましたね、 APAS で、これ何かというと、今までって結構ゴーホームした時に自動でこう障害物があったら回避してくれる機能っていうのはあったんですけど、この機能をオンにしてるとマニュアル操作で、例えばまっすぐ飛ばしてます、前に例えば木が立ってました、ただ避ける操作をせずにまっすぐの状態で前進の状態をずっとしてても、木があると反応した場合自動で右とか左に回避してくれますね。そういう風な機能です。だからこれは普通に飛ばしてるマニュアル飛行の段階でも障害物を検知して避けてくれる機能っていうのがね、ついたんですよ。これなかなかねいいです。またね検証動画的なものでちょっと実験動画一応上げようとは思ってますけど、こういう機能がついてます。
あとカメラの機能とかね、こういうのはまあ設定項目がこの辺り、右側の欄ですね、についているので、この辺りは特に説明をする必要もないと思うんですけど、まあいろんなね、まあ解像度とか、まあ、そういうので、撮影をすることができますね。まあ、これもまた必要であればね、またコメント入れてもらったら説明はしますけど、私もあまりねそこまで詳しいことは分かってないところもあるので、まあ、分かる範囲でということになりますけど、まあ、こういうふうな項目があるということです。はい。まあ、一番ややこしいのはね、このね、今日今案内をしてきた設定のところがややこしいと思うので、その説明だけをさせていただきましたね。はい。あとは一番下のとこだけちょっと説明をしておきます。一番下の左のところ、円になってるとこですね。この三角形というか赤の三角形が自分の飛行機の位置で、飛ばしてどんどん行くとブルーのラインが出てきます。でブルーのラインの先端、その方向が最初の離陸地点だよ、ホームのポイントだよっていうのを教えてくれてるんで、これはまあ向きを考えるっていうかね、パッと見たい時に使ったりしますね。で D って書いてるのがね、これ NA ってなってますけど、これが確かね、要するにホームポイントからの距離がここで出てくるようになってますね。で、H っていうのはこれ高さ、これはね、あれなんですよ、気圧計の方の高さですね。だからなんていうんですかね、さっきも言ったように誤差があるんで、あくまでもこう平坦なところであればこれを見たらすぐ分かるっていうね、いう形になってる、多分気圧計だと思うんですけど、その高さです。で、下の段に行って一番左が HS となってますけど、これは速度ですね、速度になってます。本当の前進してるスピードですね、前進とか後退してる時に、後退も出たんかな、何せ速度計です。その右側の VS というのは、これは上下の速度だから、上昇とか下降している時の速度がここへ出てきます。で、一番右側の VPS、 これ何かっていうと、これは赤外線検知の、高さになります。だから地面が近づいてきたりすると、確かね10メートルちょっと超えたくらいでもこれ数字が出なくなります。だから赤外線センサーで検知した場合はここが出てくるという感じになってますね。はい。で一番右側が地図ですね。これ押した地図が、まあ、出てきて、場所がどこか、まあ、これもね今オフラインでやってますけど、オンラインだとGPS ちゃんと取ってたら Google マップが出てきます。まあオンラインじゃないと使えないんでね、まあ、そういう機能になってます。はい。ということで、ザザザッとね、一応私が持ってる知識の範囲で、説明をしたつもりなんですけど、何かね、わからないところ、あとね、私よりも全然ご存知の皆さん見られてると思うんで、なんていうかご指摘ね、どんどんもしよかったらコメントでしてください。多分ね、大体はもう合ってる内容だと思うんで、そこら辺はね、もし間違ってたらご指摘の方ね、よろしくお願いしますね。はい。じゃあ今日はね、こんなところで、終わらせてもらおうかなと思います。まあ、今ね、チャンネル登録者数一応1000人をね目指して、頑張っておりますんで、またね、応援の方、ぜひねよろしくお願いします。そしたら今日はこの辺で失礼します。さよなら。